我々はそのチバットマンを知る人物から有力な出没情報を入手。千葉県内のとある場所でチバットマンが現れるのを待ちます。チバットマンだ、チバットマンだ、どうかけましょう。すいません、こんにちは。チバットマンですよね。本当にいろいろ聞きたいことあるんですけど、いいですか、聞いちゃっても。大丈夫です。じゃあ秘密基地に来てください。秘密基地行かせていただき、普通のお宅ですけど。あ、すいません、いいですか、入って。お邪魔します。秘密基地へようこそ。失礼します。あれですね、あの妙に落ち着く秘密基地ですね。あ、どうぞ。なんでこういった格好されてらっしゃるんですか。みんなの笑顔見たいがために。いつ頃からやってらっしゃるんですか。3年くらい前ですかね。3年くらい前。ちなみに普段って何されてるんですか。港で働いています。港で働いてると言いますと。コンテナ業者です。濃いですね。どうも。この辺りのかっこいい部分とかって。そうですね、自分でそれっぽく形にしました。え、これ全部 こういうの作ったんですか。一から。一からですか。え、売ってるもんなんですか、こういうの。いや、ないです。自分で鉄板を曲げました。全部合わせるとおいくらぐらいなんですか。600万円。60万円は超えてる。なんとこれだけの完成度にもかかわらず、かかった金額はエンジンを除くとたったの60万円。今後って何かプランってあるんですか。走り続けることですかね。笑ってもらえるのが全てです。実はお願いしたらマスク取ってくださったんですよ。素顔写真こちらなんです。ダンディーでね、すごくね、ちょっと時代劇俳優さんみたいでかっこよかったんですよ。でこの方のプロフィールもいろいろ聞いてきまして、まあ、職業は先ほど言っていたように港でコンテナ修理をしているということで、鉄板のまあ溶接なんかお手の物だということでバイクも自作でですね、年齢が今41歳、収入のほとんどは趣味につぎ込んでいるということで、それもあってか現在独身だということで、ちなみにこれ今体勢もかなりきつそうじゃないですか。でしかもこれスーツ もうサウナスーツみたいに汗びっしょりになるそうで、1回の活動で体重3キロぐらい減るそうなんです。それでも乗り続けるチバットマン、ご苦労様です。